日本茨城県日立市、久慈町久慈町は茨城県日立市の町名。久慈町1丁目から久慈町7丁目までが設置されている。郵便番号は319-1222。日立市南部に位置する。東に太平洋を有する海岸沿いの町で地域の中央を JR 常磐線が通る。地域の東端は埋め立て地となっており。 茨城港港港日日立立湾区及び日立漁港が設置されているほか、地域内は主に住宅街となっている。地域の北端には国道6号が通るほか、地域の南にはシゲルミ宮川が流れている。1955年の日立市誕生時に、久慈郡久慈町の全域をもって町として成立。1967年に久慈商工設置のための寄港式が行われ、 三年後の1970年には、九時町の一部より、九時町一丁目、九時町二丁目、九時町三丁目が、九時町の一部及び隣接する南高野町の一部より、九時町四丁目が設置され、同地域にて住居表示が施行される。1972年には、町域の一部が、九時町二丁目、大見か町、町一1四五丁目に、1981年には、 九治町、南高野町の各一部より、九治町五丁目、九治町六丁目、九治町の残部より、大三日、町五丁目、大三日、町六丁目が設置され、以降、住居表示施行地域である、九治町一丁目、九治町七丁目が存在する。また、1957年より2008年12月25日まで、九治町には、日立港が設置されていた。 現在の同地は、茨城港日立港湾区として機能している。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。